こんにちは、エルです。早速、今日の症例報告をやっていきたいと思います。今日の参考文献です。60代女性の症例報告です。診断に至るまでのポイントです。既往歴として、3回の帰郷がある方です。病歴としては、慢性的に外傷、労作時呼吸困難があり、審査のため受診したという経緯です。生活社会歴としては、喫煙歴はなく、明らかな粉塵暴露歴もありませんでした。診察所見では、身長150センチ、体重30キロで、BMI は 12.5 と痩せ型体型で、経時的な体重減少も認めていたようです。バイタルサインは SPO2 93% 以外は正常でした。胸部 X 線及び CT 検査では、両肺上葉優位に胸膜直下に血状の浸潤影があり、軽度の帰郷と胸郭の扁平化も認めました。血液検査では、KL6 は正常で、口角抗体及びリウマチン紙などは陰性。動脈血の pH は 7.45、PaO260、PaCO250 で、抗二酸化炭素結晶を伴う低酸素結晶の所見でした。核炭検査では、有意な微生物の発育は見られませんでした。以上より、総合的に、上葉優位型肺繊維症 PPFE と判断・診断された症例です。上葉優位型肺繊維症 PPFE についてです。上葉優位型肺繊維症は特発性間質性肺炎の一病形で、上葉優位の肺繊維化、気胸の反復、胸郭の扁平化を特徴とし、進行性の高速性障害を引き起こす予後不良な疾患です。病理学的には、胸膜直下の弾性繊維や抗原繊維の増加、増速胸膜の飛行が認められます。病変の分布から、しばしば、鍼灸性肺結核、肺腺部胸膜飛行、いわゆるアピカルキャップと誤診されることがあり、病変の進行を認めた場合には、考慮する必要がある疾患です。本日は以上になります。